FM 始まりました。ワンマトークのお時間です。各週月曜23時から始まるこのラジオでは、眠れぬ夜を過ごす皆さんにいい声3人組の愉快なトークとともに楽しいひとときを過ごしていただきたいと思います。そんな夜をお届けする本日のメインパーソナリティは私千夜一夜と、そしてご一緒していただくのはこちらのお二人。ああ諸君、私がエニグマ伯爵だ。そしてどうも、あなたのお耳の恋人、ミミックワンダーボックスです。今日も楽しんでってくださいね。はい、ということでいつものこの3人でお送りしていきます。それでは素敵な夜をお過ごしください。ワンモートーク始まり始まり。ということで早速ですけどね、まあ、前回の宿題についてちょっと回答していきたいと思いますが、はい、前回の宿題これ何でしたか、ミミキさん。はい、千夜一夜さんの夏といえばこれを教えてくれという宿題でございました。はい、ドキドキ。夏といえばなんかさ、皆さん夏といえばって、まあ、いろいろある、夏の過ごし方いろいろとあると思うんですけど。ありますね。あの、うん、私ね、なんだかんだね、オタクなんですよ。おお、なんだかんだオタク。なんだかんだ。なんだかんだオタク。だから、うん、夏といえばオタクのあるあるがついあるわけですね。その今日はトップ3を皆さんにご紹介します。トップ3。ほー。あーってなっちゃった人は紛れもなくこちらの順位です。ようこそ。オタクだとなるわけですね。はい。あ、じゃあオタクチェッカーでもある、それちょっとトップ3ぜひ聞きたいので教えてください。はい、ではまず3位。ででアニサマライブ。アニサマライブ？アニサマライブ？何ですか？うん、知らない。我々はどうやらオタクじゃなかったようだ。ごめんな。あれ、その。え、嘘。マジでオタクじゃないってこと出ちゃった。何アニサマライブって。え、アニメロサマーライブっていう、うん、まあ、本当に毎年夏にやっている、はい、あの何、アニメの歌ってこと？そう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 、アニメソングとか歌ってる、そのいろんな歌手や声優さんとかが、あの、はいはい、3日間ぐらいに、2日3日にわたってあのライブをするっていう、まあ、特大イベントで、あの、私ほら、あのジャムとかジャムプロジェクトとか好きだったりしていたので、やっぱそういうので盛り上がるみたいなところのこうライブとかにはすごく行きたがるタイプの人種指定で、そうだからアニサマはね、毎年なんかこう現場に行くこともあるんですけど、後からですね、うん、DVD とかで見たりとかもして、ね、楽しんだりしているわけなんですよ。いや、今年もまた楽しみですよ。今年も8月の空飛べない、本当に月末とか9月の頭とかそんなんだったと思うので、いや楽しみですね。今ちょうどあの抽選予約が始まっている時点で、はい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 、まあそうなんだ、うん、じゃあもう申し込みもして、いやなんかそう、そうそうそう、申し込みとかして、はい、あのみんな参加するんですけど、いやこれがさ、やっぱさ夏のこの暑さをさ歌で吹き飛ばす、歌でも暑くなってくっていうのがめちゃくちゃ楽しいんですよ。なるほどね。歌でね、ごめんなさい、あの本当、はい、あの存在聞いたことあるけど具体的には何も知らないからあれなんだけど、あの屋外フェスとかああいったのと同じってこと？そうですね、そう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 、あの大体基本屋内なんですけど、あ屋内なんだ、これはね屋内なんです。でもあのまああれだよね、だからフジロックとかもそうですけど、夏はなんか割とそういうイベント、そのライブイベント、うん、屋外イベントとかも含めて、そこら辺がすごい活発だなって、まあ、確かにそうですよね。イメージあるかも。イメージはありますよね。暑いね。暑いよ。それではトップ2。お、ででん。はい。ででん。水着キャラティス。もうさあ、いろんなゲームでさ、水着キャラが実装されるからどこに財布を委ねようかなと思って、はい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 、迷いません？今年のこの今年の水着は、あこのキャラとこのキャラとこのキャラ、じゃあこっちのゲームに課金しようかな、でこっちのゲームでそんな別に推しキャラの水着で来なかったからこっち優先かなみたいな。分かる。来るわけじゃないんだ、そういうのって。なんかミミク自分がやらないからよく知らないんだけど、あの、ま、なんかその何人かのキャラピックアップして水着になってくるけど、今年の水着キャラみたいな感じで、だから今年はこの子欲しいからこっちにお金かけようとか、もう全やってるゲームで自分の推しキャラ全員が、水着実装された時はもう阿鼻叫喚です。
全部ゲットしなきゃいけない。そう、常になきゃいけないし、ゲットできなかったこともあるからね。去年欲しかったけど、取れませんでしたってやっぱりあるんですよ。あります、あります。それが現状とかが、ね、あればいいけど、そうないやつもあるしね。それが復刻し、うん、なんかして、あ、この子も手に入るのみたいな形になったらもうキャパオーバー。そう、去年手に入んなかったこの子も欲しい、ね、そう今しか手に入らない、期間限定、夏だけ、また1年待たなきゃいけない、うん、ブーってなっちゃう。うわ、あ、これは分かる、これは分かるぞでしょ。わ、今オタクポイントをリードですよ。やった、オタクポイント、オタクポイントを私今リードです。ゼロポイントじゃね。次で挽回になるか。あ、まあ、ちょっとお願いします。はい、はい、では、夏のね、夏といえばのトップ 1、はい、トップ1、夏コミ原稿修羅場。あ、夏コミか。夏コミ原稿作ってるの？いや、私自身が同人活動は確かにしたことあったんですけど、うん、自分は夏コミに参加したことはないんですよ。そのさ、いわゆるサークル側として。ですけど、私の周りが夏コミで参加する方々が多くて、はいはい、この時期になるとですね、電話一本で呼び出されて、お原稿のお手伝いをですね助けてくれることになるわけですよ。助けてくれと。そんなことあるんだ。ありますね。まあ、今ですよ。あの、本当に今だとデジタル原稿、デジ原が多いので、うん、例えばデータさえ渡してもらえればこっちでトーン貼ってとかって、そういう分担は楽になったんですけど、まあ、本当に私が日本に来た当時なんか、そういうデジタルで原稿を書くっていうことがまずあまりなかった時代なので、もうあれですよ、集まってみんなでトーン貼ってベタ塗ってみたいなのとかを一生懸命やっておりましたね。ね、楽しそうだけど、でも本当ザオタクっていう要素は確かに、でも一番溢れますよね、夏コミの原稿で。もこれ大変ですよ。だって、いや、そりゃそうでしょうよ。皆さん、楽しそうって言うし、全然楽しくないわけじゃないんですよ。ただ、うん、あの、皆さん、あの、働かれてる方が多いわけですよ。まずないしは大学生だったりとか、うん、ってことはですよ、あの学校や仕事が終わってからお家に集まって寝る間も惜しんで朝まで原稿とかをして、次の日会社とか学校に行って、またその日の夜に集合してという、それは大変だわ。そう、何徹もやっぱ繰り返して、あの、印刷所にもちょっとギリギリ締め切り頃にちょっともうちょっと待ってください、土下座して、これは修羅場だね。終わった後はもうね、あの、死んだように眠りますた。でも一つの思い出ですね。割とね、私はやっぱそれを思い出してしまうかな、夏といえば。一番のね、こう夏といえばは、うん、修羅場。多分 VTuber 活動より頑張ってるかもしれない。うん、あ、確かに VTuber 系の話題一切出てこない。激アツ。確かに、うん、VTuber って夏って言えばって何かあります？でも水着じゃない、やっぱり水着女性は特にね、そうでしょう。あ、まあ、男でも水着あるんじゃないですか。まあ、ある人はいるんじゃないですかね。あるんじゃないですか。私は無理だよ、うん、あの、見ての通りこういうキャラクターだから、あの、脱げない、何も申し訳ないけど何も脱げない、何も脱げない、脱いで見せたくない人は、ね、脱いで、そうだけどね、ミミクさん脱げるでしょ。脱げるでしょというか、君脱げるでしょ。なんか、いや、まあ、水着というか、なんかいつか皆さんにちょっとアロハ姿見せたいなはすごいあるんですけど、ね、アロハシャツ好きなので、ミミック夏アロハって感じなんで、それをお見せしたいですよね、いつか。いいじゃないですか。はい、ガチなやつです。イチャさん、ミミックさん、あの、アロハ実装されたら、うん、ガチャどうします、やります、ガチャ。いやガチャなの、ちょっと様子見、ちょっと様子見るか。あれ、これ身内にあんま重要なかったな、俺。マジか。辛い月曜日を乗り切るために新発売、ワンモアドリンク。魔界の全国のコンビニで発売中。こちらはワンモアトーク放送事務局でございます。本日のラジオのテーマは頭の体操とさせていただいており、3本立てで収録させていただいておりました。
しかし我々普段頭を使うことがほとんどないチャランポランぶりが露呈してしまい、収録総時間が初めて3時間をオーバーするという結果に。泣く泣く1本目のコンテンツをカットし、2本目のコンテンツからお送りいたします。2本目以降も内容に応じてカットをしておりますので、一部カットしたコンテンツについてはモア&モアトークにてお楽しみいただけるようお届けいたします。ここからは我々3人が頭をこねくり回している様子を引き続きお楽しみください。ウミガメのスープ。え、待って、ウミガメのスープってご存知ですか？聞いたことあります。聞いたことある。けどやったことはない。あ、本当に。うんうんうん。じゃあちょっとここにいるですね、知らない方のためにご説明いたします。はい、お願いします。ウミガメのスープあのですね、これは水平思考クイズとも呼ばれていて、皆さんにですね、とある問題文をお話しします、うん、でもその問題文は文章として聞くとなんかちょっとどうしてってなるような問題文です、うん、だからどうしてそうなったのかっていうその裏のね、ストーリーを、読み解くために皆さんはですね質問をすることができます。うーん、で、それは私の方ではいかいいえか関係ないですの3つのどれかで答えられる質問にしてください。はあ、うんうん、でそれを、聞いていきながらどうしてそういうことになったのかっていうことの解説を皆さんに当てていただくといったそういうゲームでございます。はい、まあ、有名なウミガメのスープというですねあの問題がありまして、はい、この多分問題も多分お二人は知らないと思うのでちょっとまず、まあ、テストがてらそれをちょっとやってみたいと思います。まあ、いはい、練習問題。でこれを聞いてるリスナーの皆さんはねご存知の方もいるとは思いますが、うん、あのチャットの方ではぜひ、ネタバレなしでよろしくお願いします。ああ、ね、他の方が、ね、楽しんでるかもしれない。でもニヤニヤしながら楽しんでる。よろしくお願いします、はい、はい、お願いします。では問題です。ある男がとある海の見えるレストランで、うん、ウミガメのスープを注文した、うん、スープを一口飲んだ男はそれが本物のウミガメのスープであることを確認し感情を済ませて帰宅した後自殺した。一体なぜ？ん？あーでもそうか、そういうよくわかんないやつで質問をしてくれ、そのなぜを探れってことですね。あ、なんで自殺しちゃったかを当てろってことね。そうです。え、だってお店で普通に食べてうめえうめえって書いて自殺しちゃったの？どういう情緒不安どうしちゃったのその人それを当てていく君たちは今日は探偵みたいな感じなのに。あ、そう、そういうことすごい、そいつが情緒不安定だったから違いますじゃあ、そう、説明、じゃあ今の質問と捉えましょう。その男は情緒不安定でしたか？はい、いいえ、その男はその精神的に病んでたわけではございません。なるほど。これさ、でもさ、そもそものこと考えなくちゃいけないんじゃない？例えばそもそも、いやだからさ、あの理不尽なゲームみたいな話は聞いてるからさ、このウミガメのスープが、はいはいはい、あれ自殺だっけ他殺だっけ？自殺です、ね、そう、自殺でしょ、うん、自殺したけどそれがあのウミガメのスープを飲んだ後にあのガールフレンドに振られて失恋で死にましたとかっていう、もうわけのわかんないこと言ったらさ、ね、とかっていう、要はウミガメのスープ関係ねえじゃんとかになったらもう終わりじゃん。あ、じゃあちょっと一個質問してみよう。はい、どうぞ。ウミガメのスープを飲んだことと男が自殺したことには関係がありますか？あ、その質問ね。あります。あるな、はい、あ、ってことは関係ないものが間にあってそれが原因じゃないってことだ。要するに飲んだことは何かその要因の一個ではちゃんとあるってこと、ね、あ、じゃあスープ、はい、ある飲んで死にたくなるようなことなんでしょうね。でも飲んでその場で死にてえなじゃないんだよ、飲んで帰って死にてえなだから。うんうん、ウミガメのスープを飲みました。はい、お勘定しまして、なんか言ってましたよね、ウミガメのスープを飲みました。はい、で、はい、だからウミガメのスープですかって聞いちゃったからでしょ。お、え、聞いちゃったから、それが本物のウミガメのスープであることを確認、いやだってウミガメのスープを飲んだことで死んだってなって
で、そのそれがまあウミガメのスープが男の死因に関係あるとなったら、男がもうウミガメのスープでやったアクションってこの質問しかないからさ、あと感情ぐらいだけど、お金足りなくて自殺は多分ないじゃん。え、あんの？そういう理不尽。感情でも感情済ませてるんだもんね。あ、そっか。済ませてきたとしてるから。無事に終わったはずだもんね。うん。多分そこは無事に終わってる。払えてなくて自殺ってどんだけ高いレストランだったってなるもんね。追ってかかる。俺の生命保険で払いますとかってわけじゃないもんね。いいんだよ、そのことについて聞いてもいいんだよ、それ聞いてもいい。疑問に思ったことはガンガン聞いた方がいいってことだな、これきっと。え、男はウミガメのスープの代金を払えましたか？はい。あ、じゃあ大丈夫だ。生命保険はかけてないんだ。はい、うわ、関係あんま関係ないかな。あ、関係ないんだ、はい、なんで聞いたんだろう。確かにね、そう、わざわざ確認しているんだよ、ね、再現しようぜ。再現、お、再現ドラマ。ビビクさん、あの、はい、飲むとね、俺あのシェフ、はい、なんで死ぬ方なんだよ、ビビクオッケーオッケーオッケー、わかりました。じゃあ、あの、いや、気持ちになって、気持ちになって、男の気持ちになって、ウミガメのスープでこんな再現劇始まるんだ。再現劇が男の気持ちになって、ね、なって、男の気持ち なったそうそうそう、ウミガメのスープを注文するところからお願いします。あ、注文するか、はい、あ、注文する。あ、ウェイター、はい、ウミガメのスープを一つ。あ、ウミガメのスープでございます。かしこまりました。少々お待ちください。ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゅー、お待たせしました。当店自慢のウミガメのスープでございます。あ、いいね、湯気立ってるね。できたんだ。立ってます、はい。立ってます。じゃあいただきます。あ、その前にちょっと一つ確認したいんだが、はい、はい、これは本物のウミガメのスープだな。お客さん、まず一口飲んでからそれを確認してください。あ、そうか、分かった。一口飲んで、飲んだ。ちょっと飲んでみて。じゃあちょっとまず飲んでください。じゃあ、熱、はい、あ、ちょっと冷まして、ちゃんとふーって。うん、なるほどな。これ本当にウミガメのスープなんだな。なんで疑ってんのかてめえ。あ、喧嘩か。あ、そういうことか。そういうことか。分かった、分かった。偽物だと思ったな。なんで死ぬんだよ。余計わけわかんなくなったんだけど。余計わけわかんなくなったか。聞いたんでしょ。だでも今の聞き方だと、だってそっちじゃん。これ本物のウミガメのスープじゃん。まあそうよ。え、他の言い方？これウミガメのスープ。これウミガメのスープは。これ聞き方のその温度感のあれなの。いやでもそこじゃない。多分。え、それで何、なんか詰められたってこと？いやだからお店の人になんか、いやだから。偽物のウミガメのスープじゃねえか、はい、これって言って喧嘩売ったとするじゃん。はい。で、あの、いやだからその手の、わあ、なんだこのウミガメのスープを作ったのは誰だみたいな形でこうね、はい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 、で、うん、でもちゃんと感情を払って帰ったとか、うんうん。うん、でもスープを一口飲んでからだから、前に飲んだことあるんだこいつ。一口飲んでからウミガメのスープって言うから。はいはいはい、ウミガメのスープを飲んだことがあるか。あ、じゃあ質問、この男はウミガメのスープを昔飲んだことがありますか。なかったらこいつはウミガメのスープを憧れてた人だ。飲んだことがあります、うん、あります、はい、いい質問ですね。 あるの。あるんだったらもう分かんねえな。あれ目切りしたか。いやだ、ないんだったらさ、なんか憧れの人じゃん。ウミガメのスープってどんなのかな、ワクワクみたいな感じなのかなと思ったけど、あんの。飲んだことはある。そう、飲んだことあって、うん、なんで確認したのかっていうと、昔飲んだものと違う気がしたから聞いたのかなってことでしょ。一口飲んだ男はそれが本物のウミガメのスープであることを確認し、うん、一口飲みました。ズゾゾズゾゾ、あ、ず、二口飲んじゃった。一口ね、ズゾゾと飲みました。で、これって本物のウミガメのスープですか。うんうん、そうですよ。そんなことも知らないんですか。いや、僕の昔飲んだスープとちょっと違うんで、あ、それはちょっと本物の味を知らないバカのことなんじゃないですか。いや、あれも本物だったと思うんですけどね。本物のウミガメのスープだったと思うんですけどね。違うんですかね。あ、うちの方が正しいと思いますけどね。何か、あ、いや、何でもないっす、はい、っていうやり取りがあったと思って。で、家に帰って、なんだよあの店員、ほんとふざけやがってよ、あー死のうってなって。そんなだいぶ追い込まれてたな。対人関係で、人間関係で。いや、普通にそれを聞いたらいいじゃん。あの、じゃあ質問で、はい、あの
自殺したのはあの心が病んでしまったからですか。はい、ショックを受けたりその心が病んだりとか絶望してしまったので自殺したでは、はいです。あ、ってことはウミガメのスープを飲んだことで絶望するようなことがあったってこと。はい、スープを飲んで絶望することってある。え、ちょっと待って、ウミガメのスープの具材ってウミガメを使ってるんですか。それはレストランでの話ですか。レストラン、はい、ちゃんと食材ということだよね。なんか今のレストランですかっていう質問なんかあれだな、なんかあの私の探偵の嗅覚が今なんか今感じたぞみゆきさん、なんか感じたぞ、なんとかしてくれ。お前がなんとかしろよ。お前が感じたんだろ。なんか今感じたんだけどうまく言語化できないの。なんとかしてこれ。何、どういうこと、どういうこと。いやだから店でですかっつったから前の店か。だから前もしかしたらこの男は質問、うん、はい、この男は自分でウミガメのスープを作りましたか。あ、いいえ、違う、じゃあこの男は過去に別の店でウミガメのスープを飲みましたか。ちょっとヒントを兼ねています、はい、お店ではないですがウミガメのスープを過去に飲んだことがあります。何、お母さん、お母さんがウミガメ取ってきたの。じゃあ今夜はウミガメのスープよ。いやまたウミガメのスープ、もう3日連続で飽きたよみたいな。うちのウミガメのスープは本当に美味しいのよみたいな。僕ウミガメ飽きたよ、鶏のスープが飲みたいよ。バカ、そんなこと言うんじゃありません、あんたをスープにするわよみたいな。怖っ。急に怖い。いやでもいいとこ来てる、いいとこ来てる、いいとこ来てるの、いいとこ、いいとこ来てると思いますよ。いいとこ来てると思うんですけど。さっきさ、めちゃめちゃいい質問ですねって言った質問なんだっけが、そう、伯爵がさっき質問してて、スープ飲んだことありますか。そう、過去に飲んだことあります。だそれすごい取っかかりになってるはずなんだよ絶対に。だって比較対象があったってことでしょ。そう、さっきのそのミミックさんのウミガメのスープは、うみ、ん、なんて言ったっけさっきミミック。ああ、このウミガメのスープの材料は、うん、本当にウミガメを使ってるんですか。うん、はい、それもねかなりいい質問ですね。ああ、そうなの。ごめんなさい、ちょっと言いそびれちゃった。前のスープかってこと？今のスープ、あ、でも今のスープはウミガメって言った。そうだ、それだ、それで店の方がだ。はい、男はレストランで飲んだウミガメのスープ。あ、何今脳内でアハ体験が起こってんだけどうまく言語ができない。何これ、気持ち悪い。助けて、何とかして。だから整理しよう。前のスープはウミガメのスープじゃなかったかもしれないんだ。ウミガメ以外のものが入ってたかもしれないんだ。あ、なるほどね。だからお母さんだかお感情を済ませてる、あの、うん、この海が見えるレストランで食べてるウミガメのスープは本物なんだけど、ってことでしょ、かつて食べたウミガメのスープと言われて食べたものと味が違うから昔食べたものがウミガメのスープじゃなかったってことなんだ。ってことじゃないの。だそっちに問題があるってことだ。要するにそっちが何なの。そっちが何なの。そっちが何なの。そっちが何なんだ。だから食べちゃいけないものが入ってるスープだったりしたんじゃないだろう。要するに何、鳥かぶと。それその場でシンドロベンテングだとか。今ここでレストランで食ってるやつ誰なんて出たっちゃうから。いやだから その時死にかけたから、あのウミガメのスープを飲むとジンマシンが出てもうあの過呼吸になってしまうと拒絶反応。そう、拒絶反応が出るんだけど、あのちょっと分かんなくて飲んでしまいましたと。で、しまった、この味はウミガメのスープだ、あ違う、味が違えから質問したんだ、あこの説はなしだ。いやでもすごいいいとこ来てます、いいとこ来てます、すごいいいとこ来てます。今回出てきたのが本物のウミガメのスープであるのは間違いなくて、うん、で昔飲んだことがあると、ウミガメのスープ自体は、うん、なんだけど、うんうん、過去に飲んだのと今ここで飲んだやつの味が違うから、うん、あのこっち今飲んでるやつが本物なんだとしたら昔飲んだウミガメのスープあれ何だったんやっていう、そっちに問題があるんだろうと。あ、だその過去、あ、じゃあ質問で、はい、過去に飲んだウミガメのスープの、に入っている食材は、はい、あのウミガメでしたか。いいえ。あ、だからやっぱウミガメじゃないものが入ってたんだ昔食べた。ああ、それが何なのかなんじゃない、きっと。だから、だからウミガメじゃないスープでしょ。ウミガメじゃないスープ。ウミガメじゃないスープなんだ。ウミガメじゃないスープ、ね、ウミガメじゃないスープを飲んだんでしょ、うん、ってことだよね。だからウミガメじゃないスープ、じゃあ、質問
問で、はい、過去に飲んだウミガメのスープに入ってたものは食べ物でしたか？いいえ。いいえ、いいえなんだ。いいえ、だからやっぱ食べちゃいけないものが入ってたと。食材じゃないものちょっとヒントで言うと、食べることはできなくはないですが、一般的には食用にはしていません。でもどうだろう、国によってはそれ食べますよみたいなへりくつないよね。大丈夫、質問にします、それを。ああそうか、そうなるのか。じゃあなんかあの、でも食べようと思えば食べれるものでしょって言ってもね、ね、食べようと思えば食べれるもの。うん、それはぬいぐるみですか？いいえ。よし違う。即答だった。すごいクールな。いやでもこれコンクリートとかってやれたらもうおしまいじゃん。あ、確かに。そう。それは気づく。それは生き物ですか？はい。あ、じゃあだいぶ絞れる。生き物で食べちゃいけないもん、ね。だから動物だよ、動物。ということだよな。動物でウミガメじゃない、草ほど、腐るほどいるな。どれだよ、だから。それを、あ、だから今回本物のウミガメのスープを食べてしまったことによって、うん、昔食べてしまったもの、うん、昔ウミガメのスープとして食べてしまったものの正体を知ってショックを受けちゃって自殺まで追い込まれちゃってるわけ、うん、そんなのある？だからそれくらいショックを与える食べ物だったってことでしょ。要するにショックを受ける食べ物だよ、うん、こんなもの食べちゃってもう生きていけないっていうレベルのものなわけじゃない。何、あの虫でしたとかそういうこと？虫あのちょっとあんまり食べたくない虫料理をウミガメのスープと思っ、あ、ん、いやでもこれ黒い系っぽいよね。でもなんかお母さんだかお父さんだか知り合いだか誰かが作ったのを飲んだんでしょ、ウミガメのスープだって。その正体は気づかずにウミガメのスープだと思って普通に食べてたんでしょうね、だから昔は。でそれでショックを受けるものでしょ。うん、でも一般的には食べないものでしょってことだよね。キリン？キリンか。キリン一般的には食べないでしょ。その動物はキリンですか？いいえ。これ片っ端から言ってればあったんじゃないの？その動物はゾウですか？いいえ。馬ですか？いいえ。イノシシですか？イノシシは違います。今のなしです。イノシシは食べれます。ジビエじゃん。犬系ですか？いいえ。あ、そうだ。それでいけばいいんだ。魚類ですか？いいえ。爬虫類ですか？いいえ。あと何類があるっけ？鳥類ですか？いいえ。哺乳類。はい、お、哺乳類って何？どれ？カモノハシ。カモノハシですか？カモノハシ哺乳類だよ、確かに。カモノハシって哺乳類じゃないっけ？哺乳類だった気がする。哺乳類か鳥類か、うん、なんか間なんでしょ、あの子。何さ、微妙なやつ出してきたの。カモノハシとか。だってカモノハシ食べようなんて人いないじゃん。確かに。ちょっと出汁出そうな気がしちゃう。哺乳類ってお猿さんとかってこと？あれ哺乳類だっけ？ああ、哺乳類じゃないですか。あれも哺乳類か。お猿さんとかチンパ、ちょっと待って、え、待って、昔のそのウミガメのスープに入ってたその具材は、あ、質問で、人間？はい。え？はい、だってカモノハシじゃないですか。あのお猿さんとかそのあたりワンチャンと思って言ったけど、はい、だって。いやでもなんか自分もカモノハシではありません。違いますか。いや、お猿さんって言った後にあんまり選ばないとか、そのあたりのヒントを受けて一瞬ゾッとしたけど。え、人間？人間が具材になってるスープをウミガメのスープだよって言われて食わされちゃったことがあったってこと。多分だからこれ答えでいいんじゃないの。だから回答で、要するに、昔気づかずに人肉を食べさせられてしまっていたことに、今回本物のウミガメのスープを食べたことで気づいてしまって、そのショックで自殺しちゃったと。ああ、私もそう言おうと思ってた、うん、え、全部いただいたやん。私もそう言おうと思ってた。完璧や。よぎった。よし、はい、正解です。おってことなんだ。わかんねえよ、こんなの一人で。ということで、はい、回答を読み上げます。
と、はい、男はかつて数人の仲間と海で遭難し、とある島に漂着した。遭難。食料はなく、仲間たちは生き延びるために力尽きて死んだものの肉を食べ始めたが、男は固くなに拒否していた。 No。 見かねた仲間の一人が、これはウミガメのスープだからと嘘をつき、男に人肉のスープを飲ませ、救助が来るまで生き延びさせた。男はレストランで飲んだ本物のウミガメのスープとかつて自分が飲んだスープの味が違うことから真相を悟り、絶望のあまり自ら命を絶った。あ、そんな話、その遭難してたとかそういう話なんだ。これわかんねえよそこまででもね、そこまでわからなくてもね、そう、実は人肉だったからというところまで一人だし無理だっすよ絶対もうミークさんいて、一夜さんがあんだけ親切にヒント出してくれたからわかったけどこれ一人じゃ絶対無理だと。そう、あとヒントも出してくれなかったら絶対無理こんなの、うん、相当よくたどりつけたわ。私も別にさ、ウミガメのスープそんなに何回もやってるわけじゃないからあれだけどさ、あのここまでね質問せずにずっとね2人でね、ああでもないこうでもないって喋りながらちょっと妄想が膨らまっていく。そう、妄想しながら進めれたのすごいなと思いました。いやそれしかないからやる。でも結構あの正解にたどり着くまでのルートがさ、静着だったというかさ、あの正しい道をたどったのでなんかめっちゃ面白かったんだ。うまくいけてたんだね。そうだった。結構いい感じに、いいところで、あ、これってこうじゃないこうじゃないって気づいてたのがね、ちょっと面白かったです。嬉しいねそれは。うまくいってたんならあれが、ね、はい、じゃそんな感じのですね問題がありまして、はい、じゃあちょっともう一問、はいはい、やってみましょうか。今チュートリアルですからね。チュートリアル、ね、チュートリアルでもお腹いっぱいですけど、これ本当にチュートリアルですか？チュートリアルです。ああ、これがチュートリアルだったのか。帰ります。では帰る前に、これをしていきましょう。食前の運動、問題文いきますね、はい。いつも1階で昼食を食べるカメオ、今日の弁当がいつもよりも具沢山であることを知ると階段を上り2階に移動した。一体なぜ？食前の運動って言ってるから、食前に運動したかったからっていう答えではないですよね。そうですよね、はい、この当たり前のことがないですもんね。具沢山であることを知るとって言ってますね。あ、質問で、はい、カメオって人名ですか？人名です。あ、なるほど。カメオさん、はい、カメオさんなんですね、はい。まあ、人間ですね、ちゃんと人間。はいはい、あ、確かにね。じゃあ質問、カメオが食べているここは学校ですか？はい、学校です。あ、学校なんだ。そう、学校か会社とかどこか分かんなかったから。いい質問ですね。そうそう、だからこれによってカメオはいじめられてるとかさ、そういったパターンの話も出てくるわけよ。あの、なんか人に肉食わせてるゲームだからこれ。もう俺は疑うぜ、全て疑うぜ。疑う理由が下っている。あ、でもいい質問だと思います。はい、そうだから学校で亀尾くんはいつも1階でご飯食べてました、うん、で今日は具沢山です。なんで2階に登ったんですか？質問、はい、お弁当がいつもより具沢山であるっていうことは亀尾にとって嬉しいことでしたか？あー、ちょっと難しい質問ですね。なんかあんまり関係ないといえば関係ないかもしれないですけど、感情で言うと嬉しいとはちょっと違ったとか。あ、へえ、うん、いいえ、だからいいえかな。はいはいはい、なるほど。あ、じゃあ、はい、はい、カメオは2階に登った時に弁当を置いていきましたか？はい。あ、やっぱりほら、置いてったんだ。やっぱり、おー、素晴らしい素晴らしい。置いてったんだ。もう私はカメオは弁当を置いて2階に行って。あ、ごめんごめんごめん、どっちだ？弁当を1階に置いていった。うん。あ、ごめんなさい。いいえです。あ、それはいいえ。はい。じゃあ弁当を一緒に持って行った。はい。あー、じゃあ違ったや。なんだこれは。わかんねえな。もう迷宮入りだ。もう。ってことは2階に持ってったってことは2階で弁当を食べようとしたってことでしょ？カメオは2階で弁当を食べようとしましたか？あー、ちょっとはごめんなさい、そこはわからないんですが、はいでもいいえでもいけると思います。どちらでも OK ですね。はい、じゃあ弁当を食べるっていうことじゃないんだ、きっと大事なことは。だね、おそらく。お腹いっぱいになりたいから一人でこそこそ食べるために2階に行ったではないんだ。うんうん。ヒントはですね、これはお二人は経験したことがないかもしれないです、このケースは。
で、リスナーの皆さんはもしかするとこんな経験をしたことがあるかもしれない。え、2階でご飯を食べるのかってこと？いや、この状況がこの亀尾の今回の状況ですね。ああ、そういうことか。お二人は多分経験したことないと思います。あ、そうないんだって。みゆきさん、我々だけがなくてリスナーさんはある可能性があることってなんだろうな。ちょっと不思議な話だね。え、それは一夜さんはありますか？私は、まず学校にまずそもそも行ってなかったのであれなんですけど、もし同じ状況で学校に仮に行ってたとしたら、うん、ないです。あ、そう。ないです。ないです。3人とももし学校に通ってたとしてもない。ないです。なんでなんだ？なんであるんだ？お弁当がいつもより具沢山。質問で、はい、この具沢山のお弁当全部ちゃんと食べ物ですか？はい、食べ物です。あ、そうなんだ。変なものが入ってたってわけじゃないんだ。カメオって男ですか？あ、はい、まあ、男でも、ね、男ですが別に女の子でも同じ話です。カメコちゃんでもカメオくんでも、うん、性別は関係ないと。性別は関係ない。いや、あの我々にはないとか、ね、我々にはないって話はしたんですけど、これちょっと難しいですね。我々がもし同じような立場であった場合には多分2階には行かないと思います。2階には行かない。2階に移動はしないと思います。カメオは移動する理由があったので移動しました。はいはいはい。でも我々は同じような状況になっても多分2階に移動することはないです。でもリスナーの皆さんは2階に移動することがあるかもしれません。なるほど、はい、何を聞こうかな。でもすごく質問がスムーズになってきましたよね。聞きたいこと、まあ、そんな褒められたけど言っとくね。片っ端から聞きゃいいんだよ。哺乳類ですか爬虫類ですかそれ言ってたからそう、さっきそれ当たったから。いや、でもそれも大事だと思います。そう、聞かないと分かんないやつだよね。そう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 、ガンガン。質問で、はい、いつも1階で昼食を食べるとき亀尾は1人ですか？はい、そうですね、そうだと思います。ぼっち飯か。1人で食べてる、他の人がいるケースもあると思いますし、そこはあまり関係あるかな。ないかもしれない。ないかもしれないですね、うん、なるほどなるほど。じゃあ、はい、亀尾の弁当は亀尾の手作りですか？いいえ。いいところに気がつきましたね。じゃあお母さんの手作りですか？はい、お母さんの手作り。いや、これがね、お母さんの弁当が普段量が少ないとかって、で今日は量が多いから少しでも味わいたいとかっていう感動エピソードなわけがねえもんな、このゲームはな信じねえぞそんな美談なわけがねえもんな。何が来るんだ？いつもより具沢山。だから具がたくさんあるってことだから、うん、いつも梅干しとたくあんだけだったのに今日はひじきも入ってるみたいなそういうことか。そう、なんかもうちょっと豪華にしない？なんか割と質素でした質素だったよ、だいぶ。じゃあきんぴらごぼうもつけましょう。あ、お弁当なんだよね。お弁当、あ、ちょっと質問で、はい、このいつもより具沢山なお弁当、おかず以外のそのメインとなるその何、おにぎりだったり白米だったりそういうものっていうのはちゃんと入ってます？いい質問ですね。いいえ。あ、いいえ、入ってないんだ。はい、ないんだ。メインがないんだ。だよね。おかずだけがめっちゃある状態の弁当渡されてるってことでしょ？あ、ははん、分かったぞ。え、謎は全て解けたよ、ミミック。なんだって、うん、教授。これは非常に非常に分かりやすくて分かりにくい問題だった。教授どっちで。いや、素晴らしい質問。はい、カメオには兄弟がいますか？はい、いい質問ですね。謎は解けたぞ、ミミック君その流れで質問ってめっちゃ思うんだよもう分かったね、ミミック君。今の質問で全て分かったの？本当ですか、教授？分からないのか？私の代わりに説明する権利をやろう。僕にできますかね？うん、君ならできる。できなければ君はもうあの私の秘書クビだ。そんな田舎へ帰れ。わかりました、頑張ります。うむ、兄弟がいるんですね。うん、わかった、教授僕にもわかりましたよ。わかったか、急に態度がふてぶてしくなったな、お前いや
教授に分かるやつが僕に分からないわけがなかったんだ。クビだ、出てけ、二度とスパイスを見せるな。僕独立します。あ、分かりました。じゃあ、答えでいいか。じゃあ回答、はい、で、要するに多分だけど、そのおい急に不安になんなよ。強気でいけよ。だからその おかずといわゆるメインのご飯だったりおにぎりだったりっていうのが別々にちゃんとなっているお弁当で、これはなんだけど、本来はご飯とおかずっていうセットで渡されるはずのものが多分おかずだけを渡されちゃってると、このカメオは。でその場合兄弟がいるんだったら、多分その兄弟はきっと米だけ渡されてるんですよ、おそらくお弁当で。多分おかずない状態になってるんで、ああじゃあこの片方のおかずを2階の兄弟に届けて代わりに白麺もらってくりゃいいやってことで2階に登ったと。正解です。おい、あ、よくやったミミック素晴らしい。これで本当に分かってたこの白食。分かってたよ。教授、おいふざけんなよ、ふざけんなよ。何のために兄弟いますかって質問したと思ってんだよ。なんで疑われるんだよ。はい、はい、ということで、さすがです。亀尾は高校1年生、同じ高校に通う2年生の兄がいます。普段は1階の自分の教室で弁当を食べる亀尾だが、その日亀尾が弁当をあげると、2段弁当の両方に全く同じおかずが入っていた。あ、母親が包み間違えたことに気がついた亀尾は今頃両方とも、白飯の弁当を目の当たりにしている兄と交換するために2階の兄の教室に向かったのである。あ、なるほど。あ、だから要するにこういう平和な話もあるのね、ウミガメだと。あります。もうグルメしかないんだね。ではいなかったのか。そんなことで殺伐だけじゃないですよ。ありますよ。結局全部人肉みたいなさ、なんかそういうのなんかと言われるかと思った。この弁当人肉ですか。そっちに行っちゃってたよね、完全に。はい、という、まあ、なので我々はですね、まあ、3人とも兄弟とかいないじゃないですか。だから、はいはい、同じケースになってもこうはならないと思うんですけれども。なるほど、ね、リスナーの皆さんでご兄弟いる方だと、もしかしたらそう同じようだけになったかもしれません、ね、そういうことだ ね。ああ、面白い、まあ、いやー、よかったよかった。教授いけましたよ、うん。ああ、よかったね、ミミック君。私のって季節な質問があったからだからね、そこは忘れないようにね。私のおかげだから、うん、たまたまいい質問があったので。たま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 はあ、その質問がなければ君は分かんなかったくせに。僕には全部分かってましたよ。はあ、今までお世話になりました。はあ、はあ、はあ、いいよ出てけよ。お前なんかいなくても一人でやれるし、いいスペースマジ。今度美人秘書やったほうし。冗談ですよ教授。いいよ、来んなよ、帰れよ。帰れよ、弁当やるからあっち行けよ。大丈夫です、ちゃんとそばにいますから。いいよいいよ、来んなよ。じゃああれだ、今度お前ウミガメのスープ一緒に飲もう。あ、わかりました、一緒に食べに行きましょう。来週の金曜に来てくれ、うちに一人でな。誰にも予定を言うなよ。ウミガメのスープを作るから。お、絶対なんか入ってる。怖っ。ワンモートークのグッズをお買い上げくださった皆さん、ありがとうございます。お手元にグッズが届き始めた頃でしょうか。ぜひワンモートークのハッシュタグでお写真をつぶやいてくれると嬉しいです。現在でも千夜一夜のオフィシャルグッズショップにて、3人の連結アクリルスタンド、ロゴのアクリルキーホルダー、そしてステッカーシールが販売中です。今後もグッズを増やしていければと思いますので、こんなグッズが欲しいはぜひお便りからどうぞ。皆さんからの感想もお待ちしております。テーマ大喜利。大喜利きたか。大喜利、もう大喜利大
瞬発力を鍛えたり頭の回転を速くするとかっていうと割と大喜利のイメージがあって、今日のラジオでどれだけ頭を使わせる気ですかねここに至るまでにちょっとぼちぼちパンクし始めましたよ。いやもう我々もうねバターになるぐらいまでこねくり回されていきましょうよ。大喜利ってさ、なんか私も結構ね企画をやってきたからさ、出題する側に回ること多かったの。あーなるほど。あんまりね自分がじゃあできるかって言ったら得意じゃないんだよね。あ、そうなんだ。得意そうな印象ありますけどね。いや全然大喜利本当苦手で。そうなんですか。パッと出てこないんですよ。あらあら。そうだからちょっと私も鍛えたくて、パネラーとして、パネラーとして、パネラーとしてねなるほどパネラー側として鍛えたくて、今回こうして企画を立てるさせていただきます。はい、ということで、はい、まあ、今回ちょっと大喜利のテーマいくつか用意しましたので皆さんにですね答えていただきたいと思います。おい、はい、はい、まず一つ目のテーマはこちら、 VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと。あ、寝る前に必ずやってる、やってそうなことか。やってそうなこと。あ、いや絶妙なポイントつくな確かに。あ、いやまあ、もちろんねこう皆さんこうそれぞれだと思いますけど、まあ、こっちは印象ね、うん、ざっくりこう VTuber の印象、うん、印象ですよ。そう、はい、あ、これはあのもう順にですか、それともイチヤさん早速いってみますか。じゃあ私いいですか。はい、はい、どうぞ。はい、VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと、直前まで配信してたアーカイブ開いて、高評価ボタンを押して聞き直して一人で反省会。ああ、私近いそれに。近いんだ。ちょっと近い。この流れで言わせてもらってもいいですか。はい。はい。VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと。今日の配信なんであんな言い方したんだろうと反省しだす。真面目。布団に入りながら。反省会よな。反省会しがち、ね。あ、これダメだ、これ大喜利じゃなくてあるあるになってるしまって。確かに。そっか、あるあるだね、確かに。いやでも、いやでも、うん、なんかあれ、でもそんな感じよな。なるほどね、反省会しますよね。反省会しちゃうもんね。まあ、やるよね、確かに。じゃあビビック言っていいのこれ。はい、どうぞ。VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと。ででん。おはようポスト。あれ寝る前にやってるんですか。いやじゃあいやミミックはやらないですけど、ミミックやらないですけど、予約あの結局 VTuber ってこう夜行性でこう夜中ずっと参加したり配信したりして、で全部が終わった後にあのおはよう今日も一日頑張ろうねってポストして寝るみたいな、なんかそういう人いそうじゃないですか。なるほどね、いそうじゃないですか。朝まで起きちゃって、うん、そうですね、確かに勝手なイメージですけど、そういう人多分いると思うんですよ。なるほどなるほど。おそらくね、バーチャル生活時間偽装だからこの人いつ寝てんだろうみたいな人も多分ちゃんと寝てるから、きっとポストした後に、だからみんな心配しないでねっていう。確かに、あるあるだ、あるあるだな。あるある。大喜利、大喜利って何、大喜利って何大喜利だから多分ちょっと笑えるやつでしょうね、きっとね。大喜利笑えるやつ、うん、VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと、わかるんだけど笑っちゃうみたいな。はい、どうぞ。はい、一夜さん、じゃあちょっとあるあるじゃない方向でちゃんといきますね。はい、はい、VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと、自分で寝る前に、カウントダウンしてゼロって言ってから寝る。あ、ASMR 的なとこ。あ、そう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 、よみんな結構好きですよね、あのさ、あの5、4って。あ、なるほどなるほど。カウントダウン好きなんですかみんな。なんかゼロって言われるの好きらしいよ。へえ、なんで分からない。え、じゃあそういう系で言うんだったら、じゃあ私も、あ、はいはい、どうぞ。はい、 VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと、はい、配信終了ボタンを探してしまう寝る前に、はい、寝る前に、あの、はい、もうあの、はい、終了ですよっていうことを自分にこう、ああなんだ現実かっていう形で、あ、配信をずっとしてるからね。職業病だよそれは。職業病、職業病。あの、ツイッターを開くのと同じ感覚で OBS を開いてしまうんでしょうね。はい、そんなよくポンポン出てくるんだ二人なんかどう考えてもあるあるになっちゃうんだけどビビ。いやでもいいんじゃないですか。そう、あるあるでいい。あるあるも、あるあるですらないかもしれないけど、ね、あるあるなっちゃうよね、 VTuber ってなっちゃってる。そう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 。あの、じゃあちょっと一個だけやりますか、ね、はい、VTuber 寝る前に必ずやってそうなこと、はい、ででん。さっきまでやってたゲーム実況の自分的見どころのシーンのリアクションをやり直す。ああ、やり直す。やり直す。
やこれあれなんかもっと面白いトーンとかなんか間があったんじゃねえかみたいな。あ、反省だ、反省、結局反省に近いですかね。さっき我々が言ってたなんかちょっとこっちでやってみようかなみたいな、こう勝手に配信してる体でやるみたいな、それですっきりして寝るみたいな。あこれ次に生かそうみたいな、なんかありがちかなって思いましたけどね。寝る前いろいろやってんな VTuber。 寝れねえだろっていう、ね、寝れないですよね。、うん、じゃあ続きましてのテーマいきたいと思います。はい、はい、次のテーマはこちら、こんな月曜なら大歓迎。ほう、これはですねリスナーの皆様にも募集したテーマですので、リスナーの皆様の、ね、内容も紹介していきながらお話ししていきたいと思いますが、まあ、まずはちょっと我々からもね、はい、言いましょう。はい、こんな月曜の大歓迎、まあ、VTuber じゃないですからねこれはね、うんうん、なんかありますか。月曜、皆さん月曜どれくらい嫌い。月曜ぶっちゃけ私月曜が嫌いという感覚ないんですよね。あ、そうなんだ。うん、なんかあれですよね、平日お勤めでね、あの土日祝日お休みっていう方にとってはあのやっぱ働く月曜がねなるんでしょうね、うん、学生さんとかね憂鬱になっちゃうっていうね。そう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 、はいはいはい、ただまあ貴族は大体休みなんでね、大体休みだし大体働くってなったら大体働くになるんで。あ、はい、なるほど。うん、貴族あんまり曜日がうんぬん、曜日でお仕事っていう感覚がないんですよね。あ、そう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 、で、まあ、こうちょっとお休みがちょっとポンポンと続いたその休み明けの初日みたいな感覚で行ってみたらいいんじゃないですか。そうですね、きっと。そうですね、いやどんだけ憂鬱なんだよ我々。先生、先生、あのリスナーのお便りに行きましょう。行きますか。じゃあ、はい、じゃあ参考にしましょうね。そうそう、参考にしましょう。我々多分ね、もうあれですよ、受け入れちゃってるんでしょうねきっとね。そう、受け入れちゃってるから一回ここで外部からの意見をちゃんと聞きましょう。はい、ね、じゃあ、はい、じゃあ私からいきます。わ、はい、かりました。はい、ラジオネームダルビッシュ有本物さん。あ、すごい、本物からだ。本物からだ、ありがとうございます。はい、これはですね、こんな月曜なら大歓迎、ワンピとヒロアカと呪術廻戦とアンデラとアカネ話が読める月曜日。もうそりゃそうだろうな。そう、いや、これどれか一個救済してるもんね絶対に。確かにな、うん、読めるっていうのはでもいいですよね。そういったあの好きなものがあるから部分大事ですよ ね、うんうん、ね、大事大事。こういうささやかな幸せがいいんですよ。こういうのでいいんだよ、こういうので。こういうのでいいんだよね。こういうのでいいんだよ、これな。どこぞのグルメみたいになっちゃった。どこぞのグルメみたいなこと言い出した、こういうのでいいんだよ、こういうので。聞き覚えあんだと思う、それじゃあ私も一つ読んでいいですか。はい、はい、お便りベベベベベベベさんから。お、うん、懐かしいんだよもう。ね、ユニークな名前ですね。ね、一夜さん、ミミックさん、伯爵様、こんばんはです。こんばんは。梅雨が行方不明になりがちな暑い中、いかがお過ごしでしょうか。そんなただでさえどしんどい月曜日の憂鬱な出勤が楽しくなる方法を考えました。それはログインボーナス。あら、そも出勤するだけでも偉いのです。運動、あ、錬金ボーナスが発生したら5連金につき有給休暇1回確定にして、それを貯めてバカンス行ったリモート出勤やフレックスタイム制を自分の裁量で振り分けられたら最高だと思うんですよ。月曜日出勤特別ログインボーナス、これだけでも全職種に欲しいです。うん、あとはシンプルに寝坊見逃しなど重要な会議とか取引以外は見逃されるやつ欲しいですね。ベイベイさん結構いっぱいいっぱいっぽいですね。大丈夫ですか。いや、ちょっと元気出してほしいですね。ちょっと今だいぶいっぱいいっぱいだと思うんでね、うん、ちょっと一回有給を取りましょうか、ね、そうですね。このワンマートークをね聞く時にこう次の日お仕事だなって考えずに聞いてほしいですね。そうですね、うん、火曜日にお休みを取ってほしい、うん。でも分かった、逆にみんな要はお仕事がうんぬんだとかってなるんだから盛り上げてあげればいいんだ、はい、盛り上げてあげればいい、うん、だからこんな月曜日がいいってなったら、月曜日になった時に、はい、もう脳汁が出るようなことをすればいいので、あ、パチンコみたいな大当たりの音が鳴る。出社したら、そう、出社したら嬉しいかなそれ。いや、もうテンションを上げてあげようという形で、出勤だここをしますよみたいな形で、なんか IC カードみたいなのピッてやったらもううるせえよとかピュイーン
出勤のありみたいな形でこうなんか虹色に光って上がるかなテンション上がるかなああやったみたいな、なんか知んないけど当たったみたいな、まあ、ハッピーな感じだね、大当たりですよみたいな、はいはい、でも実際何も当たってないっていう後で絶望にさ何も当たってないただ出勤しただけ、上げるだけ上げさせられてた、ただ起きてテンションを上げるためにね、うん、ちょっと盛り上げてあげようっていう優しさが社長から送られてるんだよきっと。でもあの努力の方向間違っちゃってるけどね社長さんの改善すべき、なんか社長に何かできるっていうのいいですよね。社長に何かできる？不穏な匂いしかしないんだけどそれ何しようとしてるの？こんな月曜なら大歓迎。社食が全て社長の多い。ああいい。それはなんかいいですね。ちょっとなんか月曜日は怒りの人がハートフルなわけね。そう、そんな海亀のスープみたいなことない、ね、ないですよ。ああ怖いっすもん。さっきトラウマがあるね。そこで持ってこられても困るんだね。そう、あのこっからここまでって。全部くださいが言える。ああなるほど。でも残したらすげえ怒られるんでしょ。残しは許されない。残しは許しません。残しは許しまへん。まあそうだね。なるほどね。で、私はお便り読んで自分もなんか勢いで言えちゃったけど、ミミックさんは、はいはいはい。とりあえずお便りをご紹介させて。あ、お便りからいきます。はい、いいですよ。カズノコノコノコ。高賀ムチさん、ありがとうございますこんな月曜なら歓迎だということで、月曜が来るたびに10ポイントもらえる、素晴らしい、ポイント制なんだ、うん、ポイント制なんだ、まあ、このポイントが何のポイントなのかによるんですけどね、これ完全そうね、何ができるんだろう、交換できるのかな、いやだから、あれじゃないですか、有給は200ポイントからよみたいな、200ポイント、あ割とハードル低めな。いやいや、だからちゃんと1ヶ月に1日分。いやでもそれぐらい普通だと思うんですよ。ああでも月曜来るために20ポイントでしょ。あ、そうかそうか。20ポイント20回必要じゃん。あ、そうか、結構大変か。5ヶ月たたいて1回有給もらえない。あ、確かに。白い。だいぶブラックだこれ。月曜オンリーだ。そうかそうか。ああ。なんだ。それはきついですね、確かに。いやでもあのボーナスもポイント制だから、あ、全部ポイントなの、うん、全部ポイント全部ポイント、それはそれでまた大変だな、なんかみんな変、違うストレス抱えそう、10年センスの人とかめちゃくちゃポイント溜まってるから、おお、そう、12月はポイント5倍でだからね、確かに何のお店なんだろうねこれじゃあミミックは、ミミックは月曜日30ポイントがいいです乗っかんなよだからはい、じゃあ、はい、はい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 、はい、こんな月曜なら大歓迎、はい、月曜日のタワワをいいねリポストしたことを上司に報告すると今日のお仕事は1個減るお、何を報告するのって言いました、月曜日のタワワのツイートを、うん、その日のツイートを、いいねリポストする、月曜のタワワを、そう、いいねリポストするその日の月曜の投稿、ツイッターに毎週ね、うん、はい、アップロードされる、アップロードされているあの素敵なイラストの、そう、あれを、あれを上司に言うわけですか、そう、今日も良かったですよこれ、そう報告すると、あ、じゃあ今日の仕事は一個減らしてやろうね、いやまあ月曜日だからね月曜日だから、ね、お得感じゃん、お得感じゃん、いやお得感はあるけど違うじゃん、そのお得感は違うじゃん、若干違うじゃん、いやお得だよ、月曜日のタババを見ることができて仕事も減って、そう、一石二鳥、そう、一石二鳥、確かにね、上司もニコニコなのが見れちゃう、そう、一石三鳥、一石三鳥、でもさ、あのみんな見せてくんで、多分、まあ、そう、まあ、だいぶ被ってくる、自分だけじゃなくて、そうそう、あの最初の一人二人はさ、部長結構マジマジ見ると思うよ、おお、あ、今週こういうの、いいねいいねってなるけど、5人目くらいから多分もう見てるから、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、分かった分かった、はい、ポイントポイント、はいはい、はい、お前もね、はい、オッケーオッケー、はい、オッケーオッケーってなんかもう流れ作業になっちゃう、だからあのあれなんでしょうね、きっとあの早い者勝ちなんでしょうね、きっとね、あ、そうそうそう、先に報告した者勝ちです、月曜日のタワワに一体何を握られてるの他にもちょっと待って、ね、他のお便りとかも紹介いたしますと、はいはいはい、はい、続きまして、ラジオネームワンモアトークはいいぞおじから、おおいいおじだ、いいぞおじ、ありがとう、ありがとうございます、はい、ということで、こんな月曜日なら大歓迎だ、どんな月曜日、ワンモアトークの放送がある、あら、あら
休み明けの月曜は憂鬱なものでありますが、夜にはワンマートークがあると思えば多少憂鬱でも今夜はワンマートークがあるしなとなりますし、ムカつく人に会っても私は今夜ワンマートークでよろしく。言ってて少し悲しくなったのでここまでにします。悲しくなんでやおじいやいやでもこれ正解でしょ。もうこの、うん、まあそうね、ねこれ正解です。なんかこれ嫌なこと言われてもね、上司になんかちょっとネチネチ言われてもよ、今日帰ったらワンマートークあるしな、いや最高ですよ。これはね、このおじいには我々から30ポイント増加、ああいいですねポイント30ポイント30ワンモアトークポイントを差し上げますので、そうですね、これ貯めるとどうなるんですか、はい、あこれ貯めるとですね、いつか使えるようになるんで、まあ、その時お楽しみにしておいてください実装されるんですねこれ。いつか実装されますねまだまだ先のことなんですけど、誰が実装すると思ってんだよこれ、どうせどうせお前らどうせやんねえだろ実装予定なんで、実装予定ですがちょっと日付は書かれてない予定なんで、ちょっとそこだけご了承いただければと。あ100年後とかもしれない実際そうですよ。ほらもうだって何か言われた時にね、今夜ワンマートークがあるしなとプラスして、今夜ワンマートークもあるし、ワンマートークポイント俺300ポイント持ってるもんな。そう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 、謎の自信が生まれるよ。まあ俺ポイント300持ってるしな、ワンマートークポイントみたいな。でもこいつは持ってねえもんな。そう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 、こいつ配信見てねえってことは10ポイント持ってねえんだっていう謎の優越感に浸れますから、この配信を聞いてる皆さんに10ポイントずつ差し上げます。ありがとうございます。いや。貯めることに意味があるポイントってことですね。そうです。ただ貯めといてください。使うとか消費されることもありませんし、貯まったからなんだってわけでもありませんが、そう、何かのポイントは持ってます、ね、自慢してください。あなたの中にね、確実に蓄積されてますので、そうです。まあでも見ていただくのは大変嬉しいので、そうですね、本当にそういう誘いになっているんだったら嬉しいですね。そうですね、ありがとうございます、うん、はい、ということで、はい、他何かありますか、こんな月曜なら大歓迎。あ、じゃあもう一通ご紹介してみましょうか。ミミクは、はい、はい、火曜日が好きさん、あれあれ初手からなんかお題をなんか否定し始めたな。月曜が嫌いだからこそ、そういう月曜だったら歓迎だから、いやこれはいいものが来るんじゃないですか。なるほどね、はい、こんな月曜なら歓迎だ。どんな月曜、みんなの憂鬱を吹き飛ばすために1週間かけて一発ギャグを考えてくる月曜日。何、どういうことこれ。いやだから月曜日はみんな、なんか朝礼みたいな形で集まって、まず一発ギャグをするっていう曜日なんですよ。この月曜いい、それの開放感で火曜日が好きなんじゃないのこいつ。それを一発月曜日に一発ギャグをしなくちゃいけなくて、終わったやったぜで火曜日が好きなんじゃない。いやでもさ、それ終わったやったぜってなっちゃってる時点でさ、月曜日ストレスになってる、うん、普通だったらさ、月曜日終わっちゃったってなったら多分そうなると思うんですよ、本来のね、楽しいっていうか嬉しいわ。月曜が来たぞ、あーもう終わっちゃうのが月曜、まだ来ないかなってなればいいんだけど、月曜か、うまくやれるかな、一発ギャグ受けるかな、このネタ、うわ不安だ、終わったよかったってなったら多分違うと思うこれ、うん、果たしてどんな気持ちで一発ギャグを考えてくるんでしょうか、この人は。そうね、それもあるし、まあ決してポジティブな気持ちではないでしょうし、こんな月曜なら歓迎だ、どんな月曜ってお題なのに、なんかなんで嫌なこと書いてくるの。いやでもまあそういったね、なんか明るめな気持ちについてはすごくいいと思いますけどね。まあまあまあそうです、一発ギャグを1週間かけてですからね。ね、お笑いの養成所と同じレベルですよ多分。1週間かけて一発ギャグって、確かに。でそれをみんなやるから、確かに、みんなやるまで朝礼終わんないからね。地獄すぎる、全社員嫌だ朝礼だ。地獄よというお便りいただきました、ありがとうございました。逆にね、こういう月曜が来なければ幸せな月曜かもしれませんね。まあそういうことですね、反面教師として。ということで、じゃあちょっと次のテーマいきたいと思います。次のテーマこちら、VTuber 現代に溶け込むためにやっていることは。
現代に溶け込むために、そういろんな VTuber あるじゃないですか、その魔界から出身の VTuber とかね、そういうちょっとファンタジー系の VTuber さんとか、はい、まあ、いわゆるちょっと、まあね、人間社会の現代とはちょっと違う世界線でね生きてらっしゃる方々も多いわけですよね。そういう VTuber さんが現代に溶け込むためにやってることって一体何でしょうかと。はいはいはい、うん、はい、これはミミクさん結構お得意のネタじゃないですか。まあ、まさにですか、ね、ですかね、当事者ですからね、当事者ですから、うん、いやもうそうですけどね、大喜利ですからねこれ、うん、はい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 、はい、そうなるほどね。じゃあ私からいいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、VTuber 現代に溶け込むためにやってることは、お姫様 VTuber はユニクロと GU の着回しを収録で考えている。あ収録ってのがミソですよ。収録とか週5とか、要は週7じゃないんですよ。要は同じ曜日に同じ服着ちゃうと、あいつも同じ服じゃんって思われちゃうので、必ずそれがずれるようにちゃんと週7じゃなくて週6とか週5とかそういうタイミングでやることでですね、いつもあの予備あの服だわみたいに思われないようにする。なるほどね、大事なポイントです。あなるほどね、すごいリアリティあふれる答えですね確かにだって現代に溶け込むためにやってるんだもん、ね、それはそうでしょう、うんうん、てか一夜さんもなんやかんやそうだよ。私は結構だから服装はあれですよ、うん、最近だと YouTube で、ね、うん、GU とかユニクロってコツストで検索してますね、うん、ほらもう当事者じゃん自分の話だった実体験だよ実体験だからミユクさん得意って言ってんじゃんこれは怒んないで怒んないでごめんよ実体験もなんもないですけどね別にね。いやでも私ね、いろんな VTuber、 それこそさっき言ったファンタジー系だとかいろいろありましたけど、そういった人たちが現代に溶け込むために、あこれやってんだなっていうことは私一つ心当たりあるんで言えます。はい、はいはい、VTuber 現代に溶け込むためにやっていることは、スタバやミスドの新作にやたらと興味を示すそれいい、それいい、すぐ飲みたいとかそういったこと言うから、確かにわかる、すぐに新作のことをみんな話題に出すからね食いつくな、ね、それで買ったツイートとかをするからね、飲んでみた買ったツイートとかすぐ上げる、すぐ上げる、ね、ピカチュウのミスドとかまあみんな興味持って買うから、まあ、あれ もう みんながね現代に溶け込むために実はやってる生存戦略であるということをリスナーさんは今日知っていただきましてこれからですねスタバの新作がとかって言ったら、あ現代に溶け込もうと必死なんだなってこう温かい目で見てあげてください ね、 、まあ、ね、わかんないですけどね、本当に好きなのかもしれないしね、それは人によってあれですけど、それ目的があってあげてる場合と本当にただ何の気なしに普通にあげてる場合がありますんでね。ちなみに伯爵どっちですか。あ私ですか、ええ、だから私はもう普通に好きでやってますよ本当に、ね、うん、今の流れだとなんかちょっと大丈夫かな、なんか裏があるんじゃないかっていう。本当ですか。あ何さっきの言葉が自分に降りかかってきたってこと若干あら若干のね、ね、私はまあでもどうだろう、服装的には私が一番溶け込んでないから、どうなんだろうな見た目的なところ、うん、まあまあお顔のこれがねなかなか溶け込むのが難しいんだよね。そうですね、うん、レベル同じでしょ全然なんだろう、なんかミミックさん実体験あるんじゃないのみたいに言われたけどさっき、うん、現代溶け込むためにやってること、でもあれです、自分で作った料理の写真めっちゃ凝って加工してあげがちっていう写真の加工、写真加工しがちだよね。あなんか なんだろう、いや別にね普通にこう撮ってパシャであげればいいんですけど、やっぱ多少ね、ちょっとこう美味しそうに見えたりみたいなところをね、ちょっとこうなんか意識してただの魔族なのにミミックなんかそういうちょっと人間っぽいことしてみたりとかね、なんかミミックさんのなんか恥ずかしい話みたいなの聞いちゃったけど大丈夫かななんか女子高生とかがさ、ええ、めっちゃ漏れたとか言って写真上げてるのと一緒ですよね。そうですね、毎日言ってますわ漏れたミミックの鳴き声ですから漏れたは泣き声ポストするときの鳴き声ですから漏れた漏れたLINE とかと同じですか。VTuber は現代に溶け込むためにやってることは、流行のダンスを練習しがち。
あこれあるあるだな、大喜利っていうよりはね、うん、この間ミミコポケダンスやったけど全然踊れなかったんだよ、ショートを上げたけどさすごかったよ、なんかあのコメントいっぱいついて嬉しかったんだけど、あの、はい、だいたいあのなんか踊れなくて可愛いっていうコメントがいっぱいついてあれっての腰悪くしちゃったみたいなダンスでしたね。流行りのダンスって意外と難しいですからね、やろうと思っても難しいですよね、うん、だサクッとやっちゃってる方々のスペックが高いのであってね、踊れない人がね、うん、ダメなわけではないんですよあれは。そうです、まあ、それまでねちゃんと踊ってきた下積みがそう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 、あるからこう新しいものにささっとやれちゃうっていうことですからね。そう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 、うん、そうなんです。練習はするんですけどね一応やばいな、全部あるあるになっちゃう、なんかなんかちょっと違うのがお違うのが欲しい、何か違うのが欲しい、違う大喜利チックのやつ、スタバとミスドみたいな方向性でいけば結構あると思いますけどね。本当ですか。あでも うん、こういうのどうですか。お VTuber 現代に溶け込むためにやっていることは、はい、日本の食材を使って自分のふるさとの味を再現しようとしがち。あやってそうそう、なんかあの食になれなくて懐かしい味が食べたくて、どうやったらどうやったらあの味が出せるのかっていうことを研究してそう。そうだね。でごめんなさい、あの石田さんごめんなさい、なんかあのちょっとあるあるになっちゃってるからちょっともうちょっと違う方向のっつっておっつってさ、あの喋り始めてもらってさ、最後のなんかあの締めがさ、なんかしがちって言って終わったからさ今あるあるじゃんってこっち今ちょっと笑っちゃってごめん思いっきりあるあるど真ん中やんって思って早め大喜利に生きられない人間じゃどうしたらいいのめっちゃ面白かった今あるあるやってしまうっていうのは、ね、丁寧に振ってあれだけ丁寧に振ってど真ん中のあるある来たからびっくりしちゃった今確かにどうしたらいいのちょっとこれ呪いですねこれね。はい、あじゃあはいはい、はい、今度こそあるあるじゃないと思って信じて、VTuber 現代に溶け込むためにやっていることは、秘書のジーヤとかバーヤに声をかけずアレクサに話しかけるようにする現代人的なところを無理やり出そうとしてそう悲しい生態だよ。すぐにねジーヤとかバーヤとかってこう呼ばずにね、ああアレクサみたいなこれはあれわかんない、あるあるこれは大喜利でしょ、これは大喜利ですよこれ大喜利の方向ですよこれはこれそう大喜利、そっちは大喜利だと思います。難しいんですよ、 VTuber っていう存在自体が曖昧だから、リアリティあふれるやつもあれば、うん、ファンタジー一色のやつもいるし、うん、現代に溶け込むためにやっていることは異世界とか未来とか過去のものとか、なんかいろんな時代のオーパーツのはずなのに頑張ってスマホの使い方を学んでるみたいなリアルとか合わせて頑張ってるちゃんとね、うん、みんな頑張って異世界だよ、異世界なのにちゃんとスマホの使い方、ミニクさんも大変だったでしょ最初、パソコンとかスマホの使い方、まあ、それもありますし、まず日本語がねミニクさん魔界語ですからね母国語。じゃあ、あ、分かった、 VTuber 現代に溶け込むためにやっていることは、はい、こっそり日本語を勉強している。あそれや、それや正解。新人とかまあ最初の頃はあの、うん、ね、あの配信でちょっと喋れるようになるまでだいぶかかるからですね、だからあの VTuber 準備中が長いわけは多分そこですよ。まず配信で喋れねえっていうね、そう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 、日本語の配信で喋るために時間取ってる皆さん、そうそう、まず日本語を言語をちゃんと話す練習してるからね、そういうことですね、うん、そう、納得の理由ですよ。正解出ましたよ、正解出ました我々大喜利向いてないなんでしょうね、なんか なんでなんだろう、うん、おかしいな、答えは出てるんですけどね、さっきからね、ね、なんかあれですかね、もうちょっとこれは練習していかないといけないかもしれませんね。そうですね、我々のちょっと不得意分野が見えてきましたね。3人で大喜利番組見るしかないか、研究するところが始めましょうか、ちょっと研究する回作るんだけどね、同時視聴する回では作ってもいいかもしれない大喜利同時視聴はい、ということでテーマ大喜利でした。はい、ありがとうございました、はい、ワンモアトーク、次回のテーマは誰にも言えない秘密、
過去にやってしまった失敗や誰にも言えなかったあんなエピソードやこんなエピソードを大募集。え、伯爵の秘密？それは次回をお楽しみに。それでは See you again。ということで本日はですね、だいぶ頭を使いました回となりました。頭の回でした。脳みそ絞りかすよ本当に、うん、酷使した。こういうのやるの本当に私もちょっとなくて、あんまり自分からふっかけることはあっても自分で考えることないから、いや改めて普段からふっかけてね、あの答えてくれる人たちありがとうございましたという感じですね。感謝が、一番最初のやつ、あの一夜さんが一番困ってましたもんね。確かに、ということで、じゃあ次回パーソナリティへの宿題に行きたいと思います。お待ってました。誰だ誰だ次回は。はい、次回誰だ。あれ、次回はもちろんエニグマ伯爵が7月の29日ですね。はい、その通りでございます。私です。ありがとうございます。その宿題ですが、この夏マストバイな必須アイテム。マストバイ、マストバイ、はい、絶対買ってほしいなって思えるような、まあ、必須アイテムですね。例えばその暑さ対策とか、なんかそのこの夏持ってるとおしゃれとか、まあ、そういったもののですね、伯爵観点から聞きたいなと。おすすめってことだね、伯爵の。おすすめってことですよ。はー、わかりました、ちょっと考えておきましょう。はい、それでは、まだまだ聞きたいという方も多くいらっしゃると思いますが、まだ終わんない、終わんない、まだ頭の答えさせるじゃん、もうちょっと。お疲れ様でした。はい、お疲れ。いや残念ですがね教授教授も今日疲れましたよ僕。あもう疲れたね。あまたあだから、ね、もう今日はもうここまでだ。あ、ありがとうございます。ここまで。私のセリフを取っていったら。まだまだ聞きたかった。その思いを込めた一言は我々と一緒に叫んで次回をお楽しみに。それではいきますよ。せーの。ワンモアトーク。またね。